パリの NGO 団体が生きているイルカや死んでいるイルカの写真を400枚展示するイベントを行いました。昨年12月以降、400頭のイルカの死体が見つかっており、科学者や環境保護団体が警鐘を鳴らしています。